スプライトシート。この動画では画像の切り替え処理用のフリップブックを用意します。仮組で組んだ1枚絵しかないので、歩きの画像とジャンプ画像を追加で読み込みます。動画通りに進める場合は概要欄のリンクから説明用のサンプル画像をダウンロードしておいてください。クロマキーアセッツフォルダの中で右クリックから新規フォルダ、スプライツと名前を付けます。今回はこのスプライツフォルダの中に新しいテクスチャーをドラッグインします。テクスチャーを右クリックからスプライトアクションペーパー 2D テクスチャ設定を適用。テクスチャーをダブルクリックからミップ全般設定をノーミップマップズに変更。フィルターをニアレストにします。この工程を毎回やりたくない人はワンクリック設定ツールの作り方を確認してみてください。ここからは通常のテクスチャ設定と違うので再度テクスチャをダブルクリックで開きます。今回説明がしやすいようにピンクの枠で囲って軸がずれないようにしたので、テクスチャ設定のアジャストメントのクロマキーテクスチャーのチェックを入れてください。今回はいくつか方法のあるスプライトの分割方法の中でオートの分割方法でスプライト化したいと思います。ピンクが透過できたら保存して閉じます。抽出。動画を続けて見ている場合は大丈夫だと思いますが、一応の確認として左上メニュー編集からプロジェクト設定エディタペーパー 2D インポートのデフォルトのアンリアル単位あたりのピクセルの値が 0.16 なのを確認します。確認できたらテクスチャーを右クリックからスプライトアクション。1枚絵の時はスプライトを作成でスプライト化しましたが、今回はスプライトを抽出を選択。スプライト抽出モードがオートでピンクで囲われていた位置で自動で囲われます。オートは画像の切れ目を自動で判別してスプライト化するモードで、もう一つのモードグリッドは指定のピクセル数で均等に分割するモードです。連番アニメーションの場合グリッドで扱う場合が多いですが、手順としてオートの方が簡単なのでこのチュートリアルではオートモードで分割します。動画の後半でオート以外の説明もします。名前付けテンプレートのスプライトアンダーバーを消して抽出ボタンを押します。スプライツフォルダの中にスプライトが4枚分割されていると思います。この4枚のスプライトをアニメーションさせていきます。スプライト分割した元のテクスチャーはテクスチャーズフォルダに移動させます。テクスチャーの頭文字は T アンダーバーとするのが行儀が良いので S アンダーバーから T アンダーバーにリネームします。名前の部分をクリックするか F2 を押すとリネームモードになります。リネームできたらスプライツフォルダに戻ります。フリップブック。スプライツフォルダ内でアンダーバー0のスプライトを右クリックからフリップブックを作成。名前を FB プレイヤーサンプル00アイドルにします。アンダーバー0からアンダーバー2までをシフトを押しながら3枚選んで右クリックからフリップブックを作成。名前を FB プレイヤーサンプル01ウォークにします。アンダーバーさんのスプライトを右クリックからフリップブックを作成。名前を FB プレイヤーサンプル02ジャンプにします。この3つのフリップブックを状況に応じて切り替える処理に使っていきます。少しフォルダーを整理します。アセッツフォルダーの中で右クリックから新規フォルダ、名前をフリップブックスにします。スプライツフォルダの中からフリップブックスフォルダーにフリップブックを移動します。分割。今回はオートで分割しましたが、その他の分割方法についても説明しておこうと思います。まずオートに関しては比較的無駄が少ない分割方法で、主な用途としては UMG の UI 用のボタンやアイコンをスプライト化して使用するのに適した分割方法です。今回は若干イレギュラーな使い方ですが、説明用の手順としてスマートなので利用しました。次に
グリッドは連番アニメーションでよく使われる分割方法で、これを使うメリットは素材を見たときに誰が見ても連番素材と分かりやすい点と、他の分割方法に比べると差し替え修正時に問題が起きにくい点かなと思います。デメリットとしては余白が生まれやすい点と分割ピクセル数を把握しておく必要がある点かなと思います。こちらのグリッドの扱いに関しては UE4 のチュートリアルでの実演もあるので、そちらも確認してみてください。抽出モードはこの2つですが、もう一つ知っておいた方が良い方法として、テクスチャーパッカーというテクスチャを並べてアンリアルエンジンに読み込ませることができるツールがあります。公式のドキュメントに昔から載っている割にあまり話題には上がらないですが、手放しでおすすめしにくいのがあまり安いと言いにくい値段なので全員におすすめはしませんが、手軽に起点の位置を調整したい場合や1ピクセルでも余計な余白を生みたくない場合には、値段分以上の価値はあるツールだと思います。また別のツールのフリーテクスチャーパッカーは、無料でバラバラのテクスチャを1枚にまとめてアンリアルエンジンに取り込むという点においては十分以上に便利なツールなので、オートやグリッドの抽出に不満がある場合は試してみると良いと思います。アンリアルエンジンの基礎を学ぶのがこのチュートリアルの目的なので、外部ツールの使用は避けますが、 2D ゲームを作る際には知っておいた方が良いので、こういうものもあるということを一応伝えておきます。使うべきかは場合によりますが、小規模であるほどありがたみを感じやすいと思います。注意。一つ、ドットへの連番テクスチャを作成する際に気をつけたい点として、1ピクセル以上の空白を設けるように気をつけてください。空白なく敷き詰めるとどうしても隣の色がノイズとして乗ることがあります。このあたりは 3DCG ソフト全般でそういう仕様なので割り切ります。キャラクターの連番テクスチャを敷き詰めるときは1ピクセル以上の空白を設けるようにしてください。次の動画でこのフリップブックを状態に応じて切り替える処理をブループリントで組んでいきます。ブループリントやるぞ。